それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。先行争い何が行くでしょうか。レーム特急前に行きそうです。メタマックスそれに続いています。さらにはアームズレイン、16番竜の雪菜、その後ろ先手を取ったのはアームズレイン、その外に函館武将、その外からベルダーアイメル、さらにはチェイスザドリーム、並んで8番タガノクリステル、アイスリアン、その前に進出。この辺りで先頭が変わりました。レーム特急アームズレイン、ほとんど差がありません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はレーム特急、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。レーム特急先頭、200を切った。一気に後続が差を詰める。残り 100m、 一気にパフォフォレ、レーム特急厳しいか。パフォフォレ、パフォフォレ、1着2着はレーム特急、勝ったのはパフォフォレ、このレースを制したのはパフォフォレ。スタートしました。ポンと飛び出したのはメタマックス、竜の雪菜、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく鈴鹿小敵隊行きました。続いて前へ行くのはチェイスザドリーム、オメガレインボー、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からチェイスザドリーム先手を取りました。その外からメタマックス、内からはテーム特急、オレンジの帽子函館武将、その後ろ、その後ろからは鈴鹿小敵隊、この辺りで先頭が変わりました。テーム特急函館武将、ほとんど差がありません。メタマックス3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。レーム特急先頭、あと 200m、 レーム特急このまま振り切れるか。2番手は函館武将、この足色はどうか。パフォフォレ差し切った。パフォフォレ1着、2着にはどうやらレーム特急、3着に函館武将、勝ったのはパフォフォレ、このレースを制したのはパフォフォレ。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。レーム特急前に行きそうです。函館武将、それに続いています。オメガレインボー、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはアームズレイン、その外にレーム特急、その外から函館武将、これに続くのがベルダーアイメル、その外にメタマックス、その隣に竜の雪菜、鈴鹿小敵隊、そのうちに続いています。さあ先頭は函館武将、レーム特急、ほとんど差がありません。アームズレイン3番手、後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わってレーム特急、200を切った。レーム特急伸びてきた。残り 100m、 2番手は鈴鹿小敵隊、レーム特急先頭だ。レーム特急、レーム特急1着、2着は鈴鹿小敵隊、3着にパフォフォレ、レーム特急見事このレースを制しました。スタートしました。アームズレイン、好スタートを切りました。オーロラテソーロ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアームズレイン、花に立ちます。その後ろからはベルダーアイメル、この馬も上がっていく構えです。さらにはレーム特急、15番メタマックス、その後ろ先手を取ったのはアームズレイン、その外に函館武将、竜の雪菜、それに続きます。これに続いてオーロラテソーロ。さあ先頭は依然として2番アームズレイン、ここで先頭が入れ替わりました。レーム特急アームズレイン、2番手に控えましたメタマックス、3番手。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。レーム特急先頭、あと 200m、 レーム特急アドバンテージをキープ。後ろはどうか。一気に鈴鹿小敵隊、鈴鹿小敵隊、鈴鹿小敵隊、1着2着にはどうやらレーム特急、3着にオールアットワンス、鈴鹿小敵隊、見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはオーロラテソーロ、鈴鹿小敵隊、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく鈴鹿小敵隊行きました。続いて前へ行くのはレーム特急、さらには函館武将、2番アームズレイン、その後ろ函館武将、先手を取りましたオーロラテソーロ、それに続きますベルダーアイメル、その前に進出。その外に竜の雪菜、ピンクの帽子メタマックス、その後ろ。さあ先頭はアームズレイン、函館武将、ほとんど差がありません。鈴鹿小敵隊3番手、後続も追い上げていきます。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わってレーム特急、残り 200m を通過して、レーム特急このまま振り切れるか。オメガレインボー迫る、オメガレインボー抜き去る、オメガレインボー、オメガレインボー1着2着にはどうやらレーム特急、勝ったのはオメガレインボー、このレースを制したのはオメガレインボー。
ました。オーロラテソーロ、好スタートを切りました。ベルダーアイメル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくベルダーアイメル行きました。続いて前へ行くのはオーロラテソーロ、オメガレインボー、後方から先頭に戻りましょう。アームズレイン、先手を取りました。その外から函館武将、ベルダーアイメル、そのうちに続いています。黄色の帽子、レーム特急、その後ろ、これに続くのがメタマックス。先頭は依然としてアームズレイン、レーム特急、ほとんど差がありません。函館武将3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はレーム特急、短い直線に入って後続は届くかどうか。残り 200m、 先頭はレーム特急、函館武将必死に追います。一気にオールアットワンス、オールアットワンス、わずかにオールアットワンス、体勢有利。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。アームズレイン前に行きそうです。チェイスザドリーム、それに続いています。さらにはレーム特急、15番メタマックス、その後ろアームズレイン、先手を取りました。その外に函館武将、その外から竜の雪だ、内からはベルダーアイメル、デュアリスト、すぐ後ろその隣にパウボレ、アイスリア、そのうちに続いています。さあ先頭は依然として2番アームズレイン、函館武将、ほとんど差がありません。メタマックス3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わってレーム特急、200を切ったレーム特急、このまま振り切れるかレーム特急、先頭レーム特急、先頭だレーム特急、レーム特急、1着2着は竜の雪な、3着にメタマックス、勝ったのはレーム特急、このレースを制したのはレーム特急。スタートしました。アームズレイン、好スタートを切りました。アイスリアン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアームズレイン、花に立ちます。その後ろからはアイスリアン、この馬も上がっていく構えです。オールアットワンス、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのは函館武将、アイスリアン、そのうちに続いています。白の帽子、アームズレイン、その後ろ、これに続いてテーム特急。さあ先頭は依然として13番函館武将、函館武将、さらにリードを広げます。2番手はアームズレイン、アイスリア、3番手、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m を通過して、一気に後続が抑えかかってきた。内から一気にレーム特急、函館武将粘る、函館武将、函館武将、1着2着はレーム特急、勝ったのは函館武将、このレースを制したのは函館武将。